シムテック S941 はニックワースが設計した F1 マシンで1994年シーズンにシムテックが使用した。1994年に新規参戦したシムテックが最初に使用したマシンでチーム代表でシャーシデザイナーでもあるニックワースが製作した。エアロダイナミシストであるワースは空力面で独自のデザインを採用した。フロントサスペンションは ロアウィッシュボーンのマウント位置をホイールセンターの高さまで持ち上げ、タイロットをそれと水平に配置した。ノーズは先端部分のみが垂れ下がるスラントノーズを採用した。エンジンはフォード HB のシリーズ6を搭載し、タイヤはグッドイヤーを装着した。過去にブラバムチームで代表を務めたジャック・ブラバムが共同経営者として参加し、ジャックの次男デビッド・ブラバムを チームのエースドライバー、全日本 F3000 選手権等日本のレースで活躍したローランド・ラッツェンバーガーをセカンドドライバーとして起用した。しかし、ラッツェンバーガーは第3戦3割の GP 予選中で、自己死し、第5戦スペイン GP からラッツェンバーガーの後任として起用されたアンドレア、モンテルミニも予選で両足を複雑骨折するなどアクシデントし、遭遇した。 さらに、新チームにまとわりつく、資金難の影響で彼らの後任は、ジャンマルク・グーノン、ドメニコ・スキャッタレーラ、井上隆志地方と交代が相次いだ。予選では常に、後方集団に渦漏れながらも、決勝では安定した走りを見せ、ブラバム、ラッツェンバーガー、グーノン、スキャッタレーラのドライビングで、計12回完走を記録した。ありがとうございます。